しテファン・フォン・リヒテンシュタインは、リヒテンシュタインの公子、外交官。2007年より、ドイツ駐在大使を務めている。リヒテンシュタイン公子アレクサンダーと、デイ,イコールベルトハイムイコールローゼンベルク公家課長、カールの娘ヨゼフィーネの間の次男、兄のクリティアンと一緒に、双子として生まれた。系譜上では、リヒテンシュタイン公ヨハニ一世のイツオエドアルトの五世孫にあたる。 1987年までインスブルック大学で経営経済学を学び、マーケティング、銀行経営のノウハウ、経済史などを重点的に研究した。1988年から1995年までスイスの UBS 銀行に勤め、チューリッヒやフランクフルトアムマインで働いた。その後、ボストンコンサルティンググループに移った。同社を退社後は一族の所領を経営した。 フリーの経済、金融コンサルタントとして活動後、リヒテンシュタイン政府のスイス駐在大使に就任し、ベルンに駐在した。2007年にはドイツ駐在大使となり、ベルリンに移った。このほか、警官保護活動や若者のスポーツ奨励事業に、ボランティアとして参加している。1988年6月18日に、ウィーンにおいて、白尺令状、フロレンティーネフォン、 トゥーンウンとホーエンシュタインと結婚し、マニニ何二条を設けた。ありがとうございます。